脚本家になりたいかな、プールかミュージカルを始めるんだけど私脚本家になりたかったんだな。結構影響受けますね、すぐ。そうですね思い立ったら吉日みたいな感じで、はい、女優をやってた時の経営になりたい。そういえば女優やってましたね。そうなんですよ。今日は映画監督の川崎亮さんをお招きしまして、映画をいかにして作ったかをちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介を。はい、映画監督の川崎亮と申します。まあ、女性2人の物語を中心に、なんか女性として生きることをテーマに私は映画をずっと作ってきていますね。で、まあ、入社ワークショップという映画学校で勉強した後は、短編映画を何本か作った後、その長編映画を撮って、映画祭デビューしたという感じになります。川崎さんが映画になんか興味持ち出したのはいつ頃だっていう。映画そのものは小学校の時ですかね、うん、なんかレンタルビデオ屋さんに家族がドライブに週末に行って、はい、1週間1本借りていいわよみたいな、うん、でお父さんがこれ面白いぞって言ってマルサの女を、はい、おすすめしてくれて、まあ、小学生が見るもんだなっていうのがあるんですけど確かに小学生でわかるのかな、どこまで。そうでもなんかすごくなんかまあびっくりした、はい、こんな世界あるんだとか、はい、なんかちょっと刺激物っていうか、でもなんかすごく魅了されてしまって、なんかもう頭の中もいっぱいになっちゃったので、はい、映画の魅力に触れたのはその時かなと思います、ね。はい、じゃあもう父親の影響が結構大きいというか。そうですね、はい、お父さん映画好きで、なんかエンタメ系のなんていうんですかね、ロード・オブ・ザ・リングとか、ハリー・ポッターとか、ああいう分かりやすいのが好きな人で。お父さんもその辺見るんですね。そうなんですよ。ハリー・ポッター、ロード・オブ・ザ・リング。そうですね、意外と王道のなんか、スター・ウォーズみたいなのが好きで、でもお母さんとお兄ちゃんあんまり映画館が好きじゃなくて、なんか2人で行ったりとかしてた印象と、あとは家族のその交流というか、週末はドライブして、なんかケンタッキーとかテイクアウトして、レンタルビデオさんで借りるんだみたいな習慣が。じゃあ毎週1本、2本は必ず見るような習慣が。そうですね、でもその時は映画も見てたけど、ドラマもすごく好きだったので、もうその都度その都度。うん、そういったなんか経験を経て、作る方っていうのに興味が。最初、演じ手に憧れたんですよ。やっぱりそうですよね。なんか作る世界って最初見えないですよね。演じてる方は分かりやすいんですけど。そうなんですよ。作ってる職業って考えもしないですもんね。そうです、はい、映画監督って何やってるんだろうみたいな、はい、そもそものみたいな、うん、でも女優さんって映っててお芝居をしてて、それなんかとても分かりやすかったんだと思うんですよね、うん、なんか最初はその小学校の時ガラスの仮面とかも流行ってましてお芝居ってすごいみたいな、でちょっと憧れて、はい、小学校の時演劇クラブとかに入って、はい、まだ漫画終わってないですけどねそうなんですよ。でもまあ最初はそういったまあ演じる方とかには興味はいくんですけど、はい、そうですね、はい、で小学校演劇クラブがあったんですけど、はい、中学校高校がなんか進学校でクラブがなくって、はい、サークルというか、まあ、部活を作ろうとしたんですけど、はい、できなかったんですよね。全然ないんですね。そうなんです、もう勉強しろみたいな、それでちょっとどうしようかなと思って、まあ、とりあえず一人でずっとレンタルビデオ屋さんに行ってたんですよ。見るのはじゃあ続けてたってことですね。そうですね、はい、でなんか中学校の高校受験が終わった春休み、はい、高校生になる前ですね、はい、家の近くのレンタルビデオ屋さんが結構雑に置いてるところで自転車で時間があるから遠くのレンタルビデオ屋さんまで声で行ってみたんですよ。だそこがすごく綺麗に整頓されてて、初めて自分がずっとリピートして見てたのが伊丹十三監督なんだとか、はいはい、三谷幸喜さんなんだっていうのに気づいたんですね。その時にはすごいって思って、なんかその作り手での力ってあるんだって初めてそこで自覚が持って、そうですね、監督がいてっていうことですよね。そうですね、脚本家がいて、でその時になんかうちのお母さん結構なんか普通の人間になるなって言って育ててくる人でちょっと変わってるんですけど、でなんか高校になる前にあなた何になりたいで車の中で責められてみたいな、進路が決められない、文系なの理系なのみたいな話があってと思った時に、なんか苦し紛れに脚本家になりたいかなって、はい、なんかさらっと言ったんですよね、はい、そしたら、いいじゃない頑張りなさいって言われて、はい、そこからなんか目標が脚本家になった苦し紛れに言ったことが、じゃあもうそうです、もう有言実行に、はい、なんかその通信講座とかを、はい、お母さんが結構なんか、はい、活動しなさい、行動しなさいとかと思ってやったり、演劇見に行ったりとかをして、あ、じゃあまあその頃から脚本を実際学び始めたんですね。いや、それが、それがなかなかね、やろうとしてできるものじゃないなというのが、はい、まあ、教材とか来るんですけど、はい、パラパラっていう、うん、
て。なんかその多分今思うとまだ若かったから、はい、中身を何を描けばいいのか分からなくて、はい、技術ばっかり描いてるから、うん、それでダメだったんだと思うんですよね、うん、でなんか高校時代はとりあえず大学を東京に行こうと、はい、この田舎から抜け出そうって思って、はい、あ、どっちですか？大分県の出身なんですよ、ね、はい、で大分も今思うととってもいいところなんですけど、はい、やっぱりあのみんな同じだと思うんですけど、はい、やっぱりあの何もないって思うじゃないですか、はい、田舎で都会に行ったら演劇の舞台がたくさんあって、はい、映画館もたくさんあって、はい、見たいものに溢れてて、はい、テレビ局とか近くにあってすごいみたいな、はい、あの世界に行きたいと思って、はい、あの東京に行きたいがために受験勉強があった、はい、あのまあ、大学にそうやって入りましたと、うんうん、その後はなんかふっとミュージカルのサークルが楽しそうだったんですよ。なぜかミュージカルを始めるっていう。なぜだっていう、歌ったこともなかったのにみたいな、音痴なのにみたいな。しかもミュージカルのなんかを書くんじゃなくて出る方。あ、そうですそうです、書いてないです。出る方書けないなと思っちゃって、なんかよくわかんないんですけど、はい、入るとまあキャスティングされるわけですよ、人が少ないから。だから出ながら衣装チーフをやられて、はい、衣装を作ってました。そっちの方向に。最高なんか得意でちまちましたのが好き。それで、はい、まあそうですよね、それでってなりますよね。そうそうそう、どうやってここに来たんだって思いますよね、皆さん、ね、ミュージカル女優になりたいって一緒になって、はい、歌もすごい音痴だったけど、ボイトレ行ったし、ダンスも頑張ったし、結構本格的にやってますね。そうですね、はい、大学も半ば3年ぐらいで、小さいプロダクションに入ったんですよ、はい、もうそこまで。そこまで来ました。結構本格的ですよ。もう3年になって、まだ書いてない状態ですか、じゃあ。そうですね、書いてないですね。でその結局その事務所に入ってレッスンを受けるんだけど、全然うだつが上がらず書類も通らず、はい、でも普通就職とかするじゃないですか、はい、なんか興味が持てなくてリクルートスーツすら買わず、はい、事務所に入ったまんまだったんですけど、なんかある日あのちょっと本当にできなくて、はい、あの演出家に違うってずっと言われるんだけど、何が違うか教えてくれないんですよ。でも意味が分からなくてパニックになってしまって、はい、向いてないと、はい、であのなんか精神的にも打ちひしがれたので、お母さんが田舎帰ってきなさいって言われて帰ったんです。実はそうなんですね。なんかそうなんですよ。でも女優は最初お母さんはちょっと反対してたんですよ、はい、でも就職の時には私はリクルートスーツも買わないけど、うん、なんか田舎にいながらちょっとなんとなく心配してて、うん、電話で聞いても何も言わないから、うん、なんか多分女優になりたいんだろう、うん、心配して大学の就職かみたいなところに電話して、はいはい、うちの娘が女優になりたいみたいなんですけど、どうして止めれますかと。すごいお母さんですね。そしたら就職課の方が、お母さん諦めてくださいって、女優で食ってってる人いますからって言われたんですよ。それでその就職課の方もすごいです ね、 なかなか言わないですよね、それは。そう、なんかお母さんがその言葉をきっかけすごく応援してくれるようになって、はい、大きいですね、うん、でもなんかそのやっぱりあのうちひしがれて弱ってるので、帰ってきなさいって話になって、なんか半年ぐらい田舎に帰りながら、はい、なぜか医療士の資格の勉強しながら、私何やってたんだろうって。で、なんか気力がなかったんですよね、はい、ずっと寝てたら、はい、お母さんあの図書館好きなんですけど、なんか本借りたいって言われて、はい、なんかじゃあ漫画道借りてきてって言って、漫画道読んだらなんか挫折とかしながらもやりたいことを地道にコツコツしてって、あそこまで行ってって、やっぱすごく勇気づけられて、やっとエネルギーが湧いたんですよ。でなんかで私脚本家になりたかったんだよなってなんか思い出して、そこでようやくです、ね、長いんですけど、長いです、ね、22とか3の時ですよ、ね、はい、なりたかったって言って、本屋あの図書館行くとやっぱりシナリオとか置いてある、はい、そういうのを読んだりとか、うん、映画と見比べたりとかして、なんかやっとそこで書けたんですよね、うん、だからそこでようやく、そう、しかも実際書いたんですね。書いてなんかコンクールに出しましたね。おー、でも独学っていう状態ですよね。そう、一応通信講座的なのは受けてたっちゃ受けてたけど、 また改めて、そうですね、はい、その後が普通に東京に戻って一回就職して、はい、あの普通に OL をやりながらシナリオセンターに就職したんですね。そうなんです、普通に事務職します。 OL 何系の事務職、本当にあの調剤薬局を営業する会社の総務になりました。で人事 あの入社の書類とか、はい、源泉徴収とかやってました、はい、そんなバカなみたいな。向いてなくて1年ぐらいで辞めました。リクルートスーツも買わなかったのに結局就職したんですね。そうなんですよね、なんかよくわからないですよね。1回帰ってまた上京して、はい、まあ脚本の勉強はしてたものの就職してってことですね。そうですね、就職しながら生活を流して土日とか朝早く起きて脚本を書いてた。
そうやって書き上げた本をその後はどう、まあ、応募して落ちて、はい、応募して落ちて、はい、でまた日なんか本気を入れて本気でやらないといけないと思って、うん、スパルタ月間みたいなのを設けて、はい、出せるの全部出すっていうのを1年か1年半ぐらいやったんですよ。で結果は、それが全然通らなくてなんか無駄つ上がらないなと思って、でやっていくと知り合いが増えて紹介してもらったりして、はい、すごい受賞歴がある人とか、はい、プロットライターとかやってる人とか紹介してもらって、うん、プロットライターの賞としてもらえるようになるんですけど、うん、あんなに面白い脚本を書けてる先輩が全然デビューできないんですよ。で、おかしいなと思って、私の方がまだ全然できないのに、はい、先輩の方ができるのにデビューできない。で、1年目が若いんですね。はい、そうでもう私は同じ苦労をしてても、努力をしてても、私は報われないなと思ったんですよ、当時。で、とりあえず何かきっかけがないかなと思って、はい、シナリオセンターの味噌町クラブって、映画の公開とかに合わせて、はい、ドラマの公開とかに合わせて、その、まあ、監督さんだったり、脚本家さんが来て、講座をしてくれるって言って、はい、それに何個か出てたんですよ。はい、でそしたら北監督が横道洋之助の時に、うん、はい、交換の時にいらっしゃってて、うん、なんか脚本関係の講座なのに、はい、なぜか沖田監督は自分が学生時代に撮った5本ぐらいのシンプルなショートフィルムを見せてくれたんですよ。うん、でそれが沖田さんがもう直接出てて、そうなんですね、本当に学生時代にハンディカムで撮ってるので、カメラマンがいないから糸引いてカメラの首を打ってたりするような、自分が出てこう、そうそうそう、こうやってる感じの糸見えてるとかすごいなんかなんかアットホームなので、うん、正直横道洋之助みたいな、あんな当時の昭和の新宿を再現とか絶対無理じゃないですか。でもあれは撮れないと思ったけど、これは撮れると思ったあ逆に勇気が湧くような、ね、ぜひ撮ってみてくださいって沖田さんが言ったのを聞いて、うん、あ、なんか興味があるから、うん、もしやってみて向いてなかったらまた書き出せば本当に戻ればいいだけだから、そうですね、とりあえずやろうってなんか思ったんですよ。それでいろいろ学校を調べていて、はい、ニューシネマワークショップだったところに入ってすごいで、やっとたどり着いて結構でも影響受けますね、すぐ。そうですね思い立ったら吉日みたいな感じで、はい、すぐ動きますね。そう、なんか悩んでてやってみて向かなくてやめりゃいいやっていう感じなんですか。ずっと就職した仕事は続けてる状態ですか、それ。 OL が向かなくて、はい、もっと自由な仕事がいいなと思った、はい、コールセンターで働いてました、ね。うん、でコールセンターって結構クリエイティブな人が多くて、はい、バンドマンとか役者さんとか、はい、でなんか自由な感じでシフト制だからなんか変化があって楽しくて、役者さんでやってる人すごい多いですよね。ずっとも続けながら、うん、ニューシネマワークショップに入ったのが何年、2013年ですね。OL を辞めてさらに何年か経ってそこにたどり着いたんですか。そうです、3年ぐらいかな。じゃあその2、3年間はずっと書いては出して書いては出して、あ、そうそうです、しつつ沖田さんに出会ってすぐ入って、あ、そう、そんな感じですね。だからニューシネマワークショップに入って、はい、最初の1本取ったの課題かなんかで作られたんですか。そうですね、とりあえず1本好きなものを10分ぐらい取りなさいと、はい、よかったら新宿のケース新聞で上映してあげますよ、うん、それでなんか夏目の女っていうタイトルの短編映画を撮ります。監督の演出の仕方とか、はい、例えばまあカップ割りとかそういうのもじゃあそこで初めて学んだ。そうですね、でも学ぶっていうのはなんか自由にやってみろって感じだったので、その時初めて自分は女優をやってた時の経験が生きたんですよ、はい、あ、芝居が、そういえば女優やってましたね。そうなんですよ、今ちょっと話のなんか忘れて、ね、忘れてたぐらいですけど、はい、なんか自然と演出ってものができたんですよ。でただカット割りはよく分からなかった。で、あ、私全然ダメじゃんと思ってショックを受けました。とりあえずやりましたよ、うん、脚本勉強してたので、はい、映画監督志望の人って脚本学ばないで来てる人が多くて、はい、その中ではちゃんと作品としてまとまりはするので、うん、そういう意味で評価が高い。その時の制作費ってどうするんですか、自分で。自分の、自分です。どれぐらいかけました。あ、でも 5万とかです。5万とか自分の部屋とかで撮って友達にタダで出てくれて、はい、スタッフをやってる子はみんなで助け合いだから、はい、あ、そうです、そう、はい、お金もかからないし機材も学校の本当にチャッチーカメラと録音の機材って、照明って概念もなかったし。
世界の通じるテーマだって言ってくださって、はい、そしたら脅かされてベストモアに2、3週間いいですね、三橋言ってやってください。本当ですよ、言ってください。もったいない、みんな。本当もったいない。高橋誰だって感じ、誰だって思いましたね